まあ、EV 電気自動車の大波に、まあ、乗るのを見据えた、まあ、そういう再投資計画ということです。はい、で、まあ、極めて合理的と。白坂慎太郎の経済ニュースの本質。白坂慎太郎です。今回は三菱商事株価どうなるというテーマでやっていきたいと思います。はい、結論は上がるというのは今回の結論です。ぜひ最後までご視聴ください。よろしくお願いいたします。はい、まずですね、まあ、三菱商事ですね、まあ、特徴をですね、まあ、把握するために、まあ、一昨年22年度の数字で見た場合ですね、まあ、三菱商事が資源の中で特に強い石炭、銅、ガス、まあ、この3つの資源っていうのはですね、まあ、同じ総合商社、まあ、競合内で、まあ、どんな状況なのかというのを見ておきたいと思います。はい、で最初にですね、まあ、石炭は、まあ、2位の約3倍ということで、はい、三菱商事は1年で、まあ、3020万トンですね、まあ、これは一昨年の数字ということです。はい、で、まあ、それが、まあ、三井物産1年で、まあ、1180万トンの、まあ、約3倍のですね、まあ、石炭に関する権益を持っていますということです。はい、そして銅に関してはですね、やはり2位のですね、まあ、約 1.7 倍の権益を持っているということです。はい、でまたですね、まあ、天然ガスに関してはですね、まあ、1位は三井物産なんですけれども、まあ、ほぼ同じということで、まあ、95% ぐらいということで、まあ、僅差の2位という権益を持っているということです。はい、よってですね、まあ、総合商社5社の中で、まあ、三菱商事のですね、まあ、資源、石炭、銅、ガス、まあ、この3つっていうのはやはり強いということが言えると思います。はい、にもかかわらずですね、今度は一昨年、まあ、22年度の、まあ、当期純利益っていうのをですね、まあ、企業全体で上げている利益のうち資源で上げている利益はどれだけだったのかという、その利益のですね、まあ、資源の割合というのを比較した場合ですね、はい、まあ、総合商社5社の中では、まあ、三菱商事は4番目ということで、まあ、一昨年の数字を使うならば、まあ、資源で、まあ、稼いだ利益っていうのは全体利益の 43.7% ということです。まあ、逆の言い方をしたら、まあ、56.3% は資源以外で、まあ、利益を稼いでいたということですね。はい、つまり三菱商事は比較的ですね、まあ、競合他社との比較をした場合、まあ、資源以外も強いということが言えると思います。はい、要するにですね、三菱商事は、まあ、資源は強いんですけど非資源も強いということで、まあ、両方強いということで、まあ、まさにですね、まあ、総合商社の、まあ、筆頭企業ということが言えると思います。はい、で、まあ、以上ですね、まあ、三菱商事の特徴というのを、まあ、先に踏まえた上で、まあ、三菱商事のですね、まあ、直近ですね、昨年23年度の本決算っていうのを見た場合、まあ、当期純利益っていうのがですね、まあ、1兆円を超えましたということです。はい、で特に、まあ、利益額が大きかった、まあ、上位3事業っていうのはですね、はい、まあ、一番稼いだのは金属ということで、はい、まあ、石炭、そして鉄鉱石ですね、そして銅です。はい、石炭、鉄鉱石、銅、まあ、この3つの金属っていうのが、まあ、4393億の利益を稼ぎましたということですね。はい、そして天然ガスが1706億稼いだんですけど、これがまあ昨年対比でプラス655億ということです。はい、そして3番目は自動車事業ということで、はい、まあ、三菱商事はですね、まあ、三菱自動車のまあ販売代理店になっているので、だからまあ三菱自動車の車をですね、まあ、東南アジアとか北米とかでまあ売ると、まあ、特に東南アジアとかはまあ三菱商事はですね、まあ、代理店になっているということで、まあ、この自動車事業というのが1275億稼ぎましたということです。はい、でまあ、金額の大きさとしてはやっぱり金属で稼いだと、まあ、石炭とかですね、鉄鉱石とか銅で稼いだ、ただ、まあ、伸びたのはガスが伸びましたということですね。はい、しかもということで、まあ、三菱商事のまあ直近23年度の本決算っていうのは、まあ、上位3事業だけではなくて、まあ、10事業すべてがですね、昨年対比で利益が増えたということで、まあ、10事業すべてが増益決算ということだったということです。はい、まあ、このように、まあ、直近23年度の本決算っていうのは、まあ、はっきり言ったら最高の決算発表だったということが言えます。はい、またですね、まあ、三菱商事は株主還元をかなり重視している
というのを実際の数字でも表しているということです。はい、というのは、まあ、好業績に伴いですね、まあ、自社株買いっていうのを当初は1700億ということで発表してたんですけど、まあ、追加で2000億、自社株買いを行うということで、まあ、合計3700億ですね、に、まあ、情報修正したということです。はい、なので、まあ、一番左ですね、まあ、当期純利益っていうのが1兆1807億ですということですよね。対して、まあ、結局株主還元ということで、まず配当金で2593億配当で還元しますと。で、当初の予定としては自社株買いを1700億で発表してましたと。ただ、まあ、好業績だったんで、プラス2000億ということなので、まあ、配当の2593億足す自社株買いの1700億足す、そして追加の自社株買い2000億ということでですね、まあ、出た当期純利益1兆1807億のですね、まあ、53% はですね、まあ、結局株主に還元というのを打ち出しているということです、まあ、非常に手厚いですね、まあ、株主還元ということが言えると思います。はい、そしてですね、まあ、3年計画と22年、23年、24年という、まあ、この3年計画における株主還元もですね、まあ、結果的には2倍以上にですね、まあ、計画を上方修正しているということで、計画を発表した3年計画っていうのを発表した時点ではですね、まあ、株主還元っていうのは 0.7 兆円以上というのを出していましたけれども、まあ、今回新しく出した発表ではですね、まあ、株主還元っていうのは3年間で 1.5 兆円以上するという、まあ、そういう見通しっていうのを発表しているということです。はい、またですね、まあ、今後の利益成長っていうのをまあ見据えた上で、まあ、三菱商事という企業のですね、まあ、資産ですよね。企業のまあ総資産のまあ中身っていうののまあ組み替えをすると、まあ、資産の金融資産の組み替えをするためのまあ今後の再投資計画っていうのも、まあ、今までだったら三菱商事といえば、まあ、資産として、まあ、権益として一番大きな権益を持ってたのはまあ石炭ですと、まあ、原料炭ですね。鉄の鋼、鉄鋼を作るための原料の石炭、まあ、これがはっきり言ったら4分の3、まあ、三菱商事が持っている、まあ、権益ということだったわけですけれども、まあ、三菱商事が持っている権益の4分の3は石炭、鉄鋼の原材料である原料炭だったということですが、まあ、今後ですね、まあ、長期的にですね、まあ、投資をしていくことによって、まあ、三菱商事という企業が持っている資産のですね、まあ、構成割合っていうのを変えていきたいということで、はい、まあ、半分はですね、まあ半その三菱商事が持っている、まあ、権益というか、資産の半分は、まあ、電化に関わる銅、アルミ、電池材料に、まあ、していきたいということで、まあ、こういう資産の組み合わせに変わっていくように、まあ、今後ですね、まあ、お金を再投資していくということも発表しているということですね。はい、まあ、この考え方っていうのは明らかにですね、まあ、EV、電気自動車の大波に、まあ、乗るのを見据えた、まあ、そういう再投資計画ということです。はい、で、まあ、極めて合理的ということですよね。まあ、今後EV 電気自動車はもうほぼほぼ 99.99% 以上伸びるということが分かっているので、じゃあ、まあ、その EV 電気自動車が伸びるということであれば、やっぱり銅、アルミ、そして電池材料ということでですね、まあ、三菱商事として持っている、まあ、資源の割合ですよね、金融資産とか、まあ、もしくは資源の権益というのを、まあ、そういう形に、まあ、組み合わせを変えていくと、そのために、まあ、お金を再投資していくというのは、まあ、極めて合理的な計画というふうに分析しています。はい、まさにですね、まあ、自分が行きたい場所を分かっている人だけに追い風は吹くということですよね。うん、たまたま偶然なんとなくですね、まあ、幸運に恵まれるというのではなくて、将来こういう状態を作っていく、そのためにお金を再投資していくということを、まあ、三菱商事は明らかにまあ打ち出しているということです。はい、であれば、まあ、当然追い風もですね、まあ、99.99% 以上の確率でまあ吹く可能性があるということです。はい、だったらですね、まあ、今後ですね、まあ、たとえ資源価格の上振れが全くなかったとしてもということで、やっぱり投資判断っていうのはですね、まあ、希望的観測でやっても仕方がないんですよね。あ、自分がまあ考えた希望的観測通り、まあ、例えば外部環境とかもしくは企業っていうのがまあ進んでいった場合は、まあ、例えばお金が儲かりましたとか、まあ、投資資金がですね、まあ、増えましたというのであれば、まあ、はっきり言って運に頼っているということ
ということになりますから、まあ、それはまあはっきり言ってプロと言えないですよね、まあ、素人ということになるわけです。だからまあ投資判断をするといったときは、まあ、極めて極めてまあ保守的にまあ加減っていうのを常に考えるということがすごく大事なんですよね。だからまあ外部環境は恵まれなかったと、でまあ企業経営にもですね、まあ、不確実性があったと、まあ、起こったと、それでもまあ自分が投資しているまあお金資金っていうのは増えましたと、で自分の資産は増えましたという状態を作ってこそ初めてプロの投資家ということが言えるわけですよね。だからまあ三菱商事に対しても当然ですけども、まあね、例えば資源価格、まあ、今回であれば、まあ、もちろん金属が稼ぎ、まあ、そして天然ガスがまあ利益を伸ばしたわけですけど、まあ、そういったのは今後一切起きないということで、まあ、今後たとえ資源価格の上振れがまあ全くなかったというふうに仮定したとしても、まあ、三菱商事は今後も安定的にですね、まあ、当期純利益7300億以上は稼ぐというふうに企業分析しています。はい、であればですね、まあね、三菱商事の利益創出能力から見積もれる企業価値はいくらになるかということなんですけど、はい、12.1 兆円になるということですね。はい、では、まあ、株式市場の評価である三菱商事の時価総額はいくらで評価されているかということですが、まあ、7.8 兆円で評価されてますということですね。はい、すなわち、まあ、企業価値 12.1 兆円に対して、まあ、時価総額 7.8 兆円なので割安ということです。価値に比べて時価が安いということことですね。はい、株式市場は短期では単なる人気投票機、しかし長期だと価値測定機ということで、はい、三菱商事の今後の株価はですね、5342円が8344円まで上がるというふうに予想します。はい、ということで今回は三菱商事株価どうなるというテーマだったんですけれども、結論は上がるというのが今回の結論です。はい、そしてですね、最後にお知らせを3点させてください。まず1点目ですけれども、はい、白坂の、まあ、メルマガ登録特典ですね。で、株式投資で資産を10倍にする方法などですね、まあ、特典動画っていうのも無料にてお受け取りいただくことができます。もし内容に興味関心があるという場合は概要欄よりあなたのメールアドレスをご登録の上無料にてご視聴ください。はい、2点目ですけれども、 EV 戦争の覇者という動画ですね。はい、で今来ている大波 EV 電気自動車に関連して EV 戦争の覇者新動画版という、まあ、価値の高い動画講義っていうのがですね、まあ、無料にてお受け取りいただくことができます。もし内容に興味関心があるという場合はですね、概要欄よりあなたのメールアドレスをご登録の上無料にてご視聴ください。そして3点目ですけれども、チャット GPT で10倍を狙うということで、今超話題の AI チャット GPT に関連して、チャット GPT から10倍を狙う方法という価値の高い動画講義を無料にてお受け取りいただくことができます。もし内容に興味関心があるという場合はですね、概要欄よりあなたのメールアドレスをご登録の上無料にてご視聴ください。はい、あなたのとても貴重な時間にて動画を最後までご視聴くださり感謝しています。いつも本当にありがとうございます。